モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、真心を伝える伝統の美やめ人形会館の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。はい、春休みなんでママに優しいキャンプリゾートパークパラディス大分に遊びに行くっていう人も多いと思います。ドローン飛ばしに行くのか、それともバーベキュー楽しみに行くのか、テントに寝るのか、まあいろいろね楽しみ方があるんですが、うん、あのパラディス大分の中にレストランリストランテアジュールレナっていうランチコースが美味しいお店があるんですね。そのランチコースの締めに出てくるのがこの大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり。はい、家庭でも楽しめるようにっていう商品ができたのでそれをプレゼントしているっていうことです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、そしてあと30時間と30分ということになりました。いよいよ少子中じのおもろい落語会です。はい、もう私自身が楽しみなんですよ。今日お稽古の仕上げをやって、はい、そして明日の夕方6時半に備えたいなっていうふうに思っております。はい、いろんな作品があるもんだなと改めて思いますけれどもね。はい、明日チケットを持ってらっしゃる方、ぜひですね楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、さあそれでは、今日届いたおもろい家族紹介することにしましょう。まずはですねこちら女性の方、お名前は控えておきましょうか。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。これは私がレンタルショップを利用した時の話なんですが、最近のレンタル DVD ショップというのは漫画のレンタルもやっていて、私は漫画を10冊ほどレンタルいたしました。うん、1週間後借りた漫画を全部まとめて袋に入れてお店の返却口に返しました。その2週間後お店から漫画が1冊返却されていないという旨の、はがき、そして延長料金が書かれたはがきが届いてお店に連絡くださいと書かれていたんです。うん、漫画は全部まとめて返したはず。一応家の中を探してみたんだけどどこにもない。私が借りたのは少年漫画を数冊とエッチな描写をふんだんに含む女性向けの恋愛漫画、つまりエッチな漫画数冊。嫌な予感がしながらお店に電話をかけました。電話に出たのは若い男性の店員さん。漫画を全部返したと思ったんですけど返却されてないっていうハガキが来たんですっていう風に伝えたら、確認しますと会員番号を紹介し、タイトルが、失敗彼女と、少女漫画なんですけど2巻が返されてないみたいでとタイトルを半分だけ読み上げて気まずそうな店員さん。やっぱりちっぱいの方か、気まずい。私は2巻ですかと返しながら頭の中で分かってる分かってる、そこじゃない、ちっぱいとか言わせてごめんと店員さんに念を送りました。結局家に、なくて返したと思うっていうふうに話したら、返却処理漏れかもしれないので処理しておきます、もし見つかったら持ってきてくださいというふうに言われて話は終わりました。うん、店員さんが気まずそうにするから私まで恥ずかしくなってしまったけど、正直エッチな漫画のタイトルとしてはマイルドな方ですよねっていう。これねタイトルはね、はい、まあそんなにそんなに、ちっぱい彼女と美人彼氏っていうねあの漫画らしいですけれども、あの作品内容、まあ、どういうものなのかっていうのがわからないんで、一応うちの、まあ、新田太郎っていうねあのディレクターに、なんでここでフルネームで言うんですか。いやいや、あのまああのなんかわかる内容がわかるものがあったら、はいはい、あの持ってきてって言ったら、まあなんかあのパソコンで調べて、まあ、ネットで調べてね、グヘグヘヘヘヘって言いながら、誰かグヘ
殿様ガエルか。その人間がどういう人間なのかっていうのがね、明日見られるっていうね、それはもう皆さんにとっては嬉しい。グヘグヘ、もう本当 笑いのためなら何だって犠牲にします。ひどい先輩ですよ。笑いのためならもう何だって犠牲にします。それは彼のためでもあるんですよ。皆さんに笑っていただける、これが私たちの仕事なんですから。グヘグヘ。それでね、そんなものなのって思って、作品内容っていう風なところを、ちらっとご紹介すると、もうこんなになってるよって。ちょっと待ってこれ生放送で言っていいやつですか。わかりません。わからないけれども、これをこの一言を読んで、グエグエ。もうすごいですね。ひどい番組ですよ。皆さん、明日放送じゃありませんから。そうですね、明日ね、どんなことになるやら、どっかんどっかん笑わせますよ。それをタクラマカン砂漠ですから、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それからね、これも行きましょうかね、女性の方、愛さんですね。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。大好きな大好きなおもろい家族に初めてメッセージいたします。ありがとうございます。3月18日長男の卒園式、コロナで入園式も中止になって、イベントも時間が短かったり、保護者の数が制限されたりということもあって、なんとか無事に開催されてほしいと願っていたら、直前にまさかまさかコロナ感染で一家全滅。それもなんとか乗り越えて迎えた当日、開式前に流れた動画を見ていた時から涙腺が崩壊、終了証授与が無事に終わって、担任の先生の感動的な挨拶を聞いてて、もう本当に涙が止まらず、いよいよ卒園生の挨拶と歌を残すのみ。先生たちが壇上に椅子を並べてくれて、準備が終わって、いよいよ子供たちが移動を始めた時、目を疑う光景、なんと長男が、一番端っこの通路側に座っていた長男が、なぜか周りの友達とは逆に歩き出して、反対側で顔を見合わせた隙に見失って、しばらく探してやっと壇上の長男を見つけた時は、周りの子供たちに埋もれて全く姿が見えない、まあつまりちっちゃい子みたいですね、はいはい、本人も必死に顔だけでもねじ込もうと頑張っている様子でしたが、遅れて列に入ったので、もう彼の入る隙間がない。時々顔をぴょんこぴょんこと出してくるだけ。子供たちが先生や親に感謝の言葉を大きな声で叫んでましたが、長男の行動の意味を考えると内容が全然入ってこない。その後に歌われた、もうすぐ立派な1年生で、歌詞にでも大丈夫、もうすぐ立派な1年生って出てくるんですけれども、とても大丈夫だとは思えない、初めての卒園式でした。最前列に空席が一つあって、そこが長男の本来の席だったんじゃないかと長男に確認したら、場所は間違ってないけど周りの子たちが全然譲ってくれないから、顔が時々見えるだけになってしまったとのこと。なぜ反対に歩いていったのか。まあ、そうそれはね、もうすごくすごくお母さんが楽しみにしていたから、そう、もうなぜ反対に歩いていたのかについては、そっちの方が近いからって言ってましたが、それが原因で最後の最後にやらかしてしまうお調子者の我が家の長男。そんな彼ですが、ずっと楽しみにしていた青いランドセルで元気に小学校に通ってほしいと思ってます、というねメッセージいただきました。はい、ね、まあ卒園式はね、そういう風なことになってしまったけれども、まあ結局そういう風なことになってしまったからこそ、もう後々ずっとね、あの時卒園式でこうだったんだよねみたいな、
ね、そういうことを話せるっていうね、まあもう中学校ぐらいになったらもうね、息子くんも何それもう何百回も聞いてほしいみたいななると思いますことに、ね、なっちゃうんですけれども、はい、今は想像もできないと多分毎年3月になるとねその話っていうあの時こうだったんだよみたいなもう100回以上聞いとるしみたいなねことになるんじゃないかなとさあいよいよ、はい30時間後は、はい少子中じいのおもろい落語会、チケット手に入れてる人はね、楽しみにしておいてくださいね、はい、お待ちしています。